こんにちは。家具工房ゼロストの清水康です。今日はゼロストの仏壇、重い L 字型の足についてお話ししたいと思います。これまでこの仏壇について詳細を4回に分けてお話ししてきました。今日はそのまとめとして、この使ってる材料とかですね、そういったことについてお話ししたいと思います。この仏壇に使っている材料はですね、北海道産のクルミを使っています。ご覧いただくように、いただきますように、こうちょっと淡い茶系でですね、で木目ははっきりしてますけれども、そんなにこう強いというよりもですね、どことなくこう柔らかい優しさを感じるような印象の木です。で実際にあまり硬くて重い木ではないですし、そういう表情をしているので、とてもこう、優しい感じの家具に仕上がります。一方、このつまみの部分に使っているこの黒い部分ですね、これは、同じクルミでもアメリカのクルミ、ウォールナットというのを使っています。これは、私がこのような濃い茶色に塗ったわけではなくて、元からそういう濃い色をした木です。ですから同じように、これは全体を植物性のオイルで何回か塗装を重ねてますけれども、同じ塗料を重ねてこのように濃淡が出るので、これをアクセントに使っていると、そういうことになります。また、材料ではないですけど、こちら扉に使っている長板、4つの長板はですね、これは金のメッキではなくて真鍮の無垢でできた長板を使っています。最初はもちろんこのようにキラキラとしてますけれども、時間とともにちょっとくすんでくるというか、少し色がこう落ち着いてきます。でそれもまた木も同じように変化していきますので、それもまた味わいになると、そういう考え方もできると思います。ぜひ LINE 公式アカウントにご登録をお願いいたします。LINE からお気軽にメッセージをいただければと思います。お仏壇に関するご相談や、今日ご紹介したこのお仏壇に関するご質問でも何でも結構ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。また、検索エンジンでゼロストと検索していただけますと、より詳細な情報がご覧いただけます。本日は最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございます。